一気にカウンター、加藤、加藤ぶつき、アピアタビアつく、まあ、この辺りの対人、そしてスピード、三浦がついていっている、このボールつながると、よく触った、庄司のプレーで、読んでました、縦につける、小田が行きます、小田が行った、ホイッスルはなし、ボールへのコンタクトです。町野2対1町野どうする、町野自分で行く、良い対応です。三沢、これはねビッグプレーですよね。今のは戸田さん解説しがいのある2対1の守備でしたね。さあ裏へ関根が走る、関根に対して高尾が行って、ファールはないという打席でまだプレーオンです。細谷に入れる、細谷に対しては関川が行ってボールを奪う、そして縦のボール、これが鈴木馬が大きさ、大尾南、ヘディングシュートですね。この縦パス素晴らしかったですね。これは本当に大きく伝わりましたね。キープ、そしてここに山口穂田が入ってきた、逆サイドには初瀬がいる、初瀬中に折り返して、戻った阿部、大迫のところ阿部戻りました。1点もんですね。さあ19番の為田、奈良のスライディング、に落ちてきました。さあ入れ替わって早速ファーストプレー、シュートまではいけません。戻ってきました佐々木翔、グランダーのボールですが、ここは東カット、ディエゴ・オリベイラパスを出す、キヌジーヒョー、小木原の後ろワンタッチ折り返して柿田が来た、いや浅田よく帰りましたね。小前ターンして背負いながらキープする、倒されるがアドバンテージ見ましたか、高にね、ここも激しいですね。そしてサポートが早い、これは笛です。さあ原から鈴木唯一とゴールシュートだ、外からマルシーノが出てきた、ゴール前レアンドロ・ダミアン、横から足を出した、うまい、お前が前を向く、大作、素晴らしいですけどね。これは足のこれは行きました。佐々木朝日縦パス、マルシーニョフリック、小塚が入ってきた、引きつけるスルーパスが出てきました、ボージャン、ナイスですね。おルキアンがここスピード上げた、ただすげの、さあ京都のカウンター、竹富へのボール、ここは長友のカット、反応したんですけどね、すかさずこぼれ球を回収されました。そして長友のこの自分の外側のところでしたけれども、渡辺です、おっと奪った、秋元が出ていく、さあ長い戻った、いや素晴らしい守備ですね。ファールなしでボールを奪い返しました、なおかつドリブル、渡辺です、これボール、ここはスピードがある、入れ替わるか、入れ替わった、あっと倒れたか、コーナーキックです。ここは中谷のいい守備です。1対1の勝負、左足シュート、川口、もう一度、どっちが行った、菅田へ、ファーストプレー、シュート打たせない、もう一度、これはどうだ、割っていない、カスパのカバー、藤井のクロスボール、浅野、満田のボレー、ここ使う、かわしに行く、ここで奪った柏です。動画を降りて受けたんですが、奪われて、さあ鈴木唯人だ、岩尾よく戻ってきましたね、これね、はい、エウベル落としてエウベル、ナイスブロックですね。マテウス・サビオから近いサイドに来て細谷がいるが、中谷粘り強く冷静に守りました。金崎、体を張ったボールでしたが、現役のね韓国代表選手なんですね、はい、ここはオスライディングどうか、ファールはない、紙一重でしたね、ですよね。山口、そしてこれは湯沢、あーっと安西、ゲーム近いでクロス、ヘルは鈴木馬、この前のクリア、よくついていきました。鈴木馬は今頭に当たったんじゃないでしょうかね、これ瀬川も手を挙げているが、深いところエグルが触れませんでしたし、
ボールも抜けましたんで。森島ワンタッチ、あ、裏を取ったジュニオルサントス、さあコジェルフが出てきた、跳ね返します。で囲んで取りたいところですが、シンプルに前に出す西川修作、これは私が西川の膝が入ったんでしょうかね、こういうところでバランス